次に福祉中学校の細野由衣さんお願いします、はい、テーマは「伝えるために」です伝えるために 福祉中学校細野由皆さんは誰かに思いを伝えられなかった経験はありますか例えば自分が悪いと思っているのに素直に謝れなかった自分のためにしてもらったことに感謝できなかったこういった経験は誰にでもあるのではないかと思います。 私の祖父はお笑いが大好きでユーモアがあって私や弟のわがままにも付き合ってくれる優しい人ですそれでもメリハリがあっていけないことをしたときにはきちんと叱ってくれる尊敬できる人です私が会いに行くたびとても可愛がってくれて本当に自慢の祖父ですそんな祖父はおととし 病に倒れました祖父が入院している間新型コロナウイルスの影響もあり数えられるほどしかお見舞いに行くことができませんでした勝手に祖父は会うたび元気になっているものだと思っていましたでもそんな私の願いとは反対に祖父が弱っていくのが目で見てわかるようになりましたこの時祖父は 祖母や私の父に対してもうこれ以上治療はしなくていいと言っていたそうですそんなことを知らない私や弟に祖父はいつも通り明るく接してくれていました祖父に無理をしてほしくないという思いを持つと同時に話せるくらいだから元気なんだと安心していました話せてうれしかった そんな思いで病室を出ました伝えたいことはたくさんありましたがいつか伝えられればそれでいいと思っていたのです祖父が退院して家に帰ってきた時本当に嬉しかったことを今でも鮮明に覚えています私にとって祖父が退院するということは祖父が元気になった証であるという解釈でした そのためこれからはずっと祖父といられるそう思っていましたおじいちゃんのところに行くと父に聞かれても私はいつでも会えるし今日はやることがあるからいいやと言って祖父に会うのを何度も後回しにしました祖父が急変して再び入院してからは本当に一瞬でした 会うこともできなければ当然話すこともできず祖父は静かに天国へと旅立ちましたその日私は眠りについた祖父の顔をなかなか見ることができませんでした心を整えてから祖父のもとへ行きたくさん話しかけました「ゆっくり休んでねありがとう」 祖父の手を握り精一杯伝えました祖父はとても優しい顔をしていましたたくさん会いに行けばよかったあの時伝えたいことを全部伝えておけばよかったと今でも後悔をしたままです伝えたくても伝えられなかった思いというのはこの世にいくつ存在するのでしょうか恥ずかしくて伝えられなかった タイミングを逃して伝えられなかったそれなら今伝えてみませんか伝えないまま後悔をする前に祖父の死は私に思いを伝えることの難しさを気づかせてくれましたいつか伝えればいいやそのいつかというのは存在しないかもしれません実際に私と祖父の間にいつか は存在ししませんでしたすぐそこに祖父と楽しく話をする未来があると思っていたのにずっとそばにいると思っていた人を失い私の心には覆いきれないほどの穴が開きました可愛がってくれてありがとう辛い時に励ましてくれてありがとうわがままばかりでごめんなさい全然会いに行かなくてごめんね伝えたいことは たくさんあったのに結局一度も伝えることができませんでした今もこれからもこの思いを祖父に直接伝えることはできませんけれど今も空から見守ってくれているであろう祖父に自分なりに思いを伝えてみようと思います伝えることによって私の心にある穴が埋まると信じて謝ることも 感謝をすることも身近な人に向けてだと照れくさくてなかなかできないかもしれません。ですがそれらをいつか伝えるのではなくその時に伝えることが大切だと私は思います。大切な人に思いを伝えられるのは当たり前ではないことを祖父が教えてくれました。私は祖父の死から学んだことを胸にこれからを 大切に過ごしていきたいですありがとうございました